またたどり着けなかった。 LINE を開いた時、ヒューッといつもの風が吹いた。私の心の一番深いところ、分厚い壁に覆われてるけど穴だらけで、乾いた風がヒューッと過ぎてく。別れよって言われたら、悲しいとか寂しいとか悔しいとかありそうなのに全然ない。私はなんて薄情な人間なんだ、そんなことを思ってしまう。大して愛してなかったんじゃないか、そんなことに気づいてしまう。そういえば、愛してるなんて言ったことないし、好きかもくらいはあったかな。だからまあ平気だと思って電車に乗った。家へ帰る。二人で暮らした二人の家へ帰る。部屋の中はどうなっているだろう。本気を出せば半日で荷造りできるだろう。あいつは同じシャツを3日着るような、ズボンに至っては1週間余裕で履くし、タブレットとスマホとイヤホンを同時に充電できるすごい機械を持ってるし、漫画は進撃の巨人が5冊だけ。しかも巻数が飛び飛びで、そのせいで私はネカフェで読むことになったんだけど、あとなんだ、下着とヒゲ剃りくらい。そういう男だ。どういう男だ。ズボラで面倒くさがりで、ゆえに効率的なものが好きで、何考えてるかわからない冷たい男。別れ話を LINE でするような、そういう男だ。最低だな。とにかく部屋の中はもうガランとしていて、私の帰りなんか待たずにさっさと出て行ったかもしれない。いや、待ってるか。合鍵を返してもらわなきゃだし、さよならくらいは顔見て言いたいかも。あいつは私を待ってるかもしれない。中堅八高のように。私たちは再会する。ハチは尻尾を振って主人に飛びつき、主人は力いっぱいにハチを抱きしめる。一人にしてごめん、寂しかっただろう。もうどこにも行かないから、これからはずっと一緒だぞ。違う、私たちは別れるのだ。一緒にはいられない。離れ離れ、さよなら。どんな顔をして帰ればいいだろう。考え事をしていたせいか、予想の駅を3駅ほど過ぎていて、いよいよ次の駅というところに差し迫っていて、次じゃんって思ったらついてしまった。困った困った、どんな顔をして帰ればいいだろう。困った困った。思考が停止していたせいか、体感よりもスタスタ歩いていたらしく、いよいよあの信号を曲がればというところに差し迫っていて、もう着くじゃんって思ったらついてしまった。困った困った、ドアを開けなきゃいけない、開けなきゃいけないってこともないけど。ガチャ。おかえり。ただいま。部屋の中はぐちゃぐちゃだった。これは荷造りに3日はかかる。そうだ、香水つけてたわ。ドルガバじゃないやつ。コンタクト洗ってた。こぼれるからリビングでつけるのやめて。洗面所は玄関の脇にあって、私は靴を脱ぎながらコンタクトの洗浄液がビニール袋にしまわれるのを目撃した。ついでにあいつは歯ブラシも捨てた。あと2日磨かないつもりか。
それはあっという間の出来事で、びっくりして涙が出た。そういうのに敏感なあいつは、え、なんで泣いてんのって動揺して視線が痛かったけど、これはもう止まらないやつ。開き直って泣いた。別れたくないわけじゃない。それはもう納得してる。どちらかが言わなきゃいけなくて、あいつが言っただけ。かっこよく言えば運命で、私たちは結ばれない運命で、心の一番深いところにお互い行くのを怖がって、遠くて遠くて、それ以外は結構うまくいってた。もう一歩だった。もっと頑張れた気もするけど、試合終了、潮時です。カバンからイヤホンを出して部屋の隅にうずくまる。私は音楽を聴いてる。あいつは片付けしてる。黙ってる。何話せばいいか分かんないよね。今流れてるこの曲は失恋の曲じゃないと思う。失恋してないから失恋の曲なんか聴かない。どこか遠くへ行きたくなる曲っていくら薄情な私でもまだ早いな。思い出の部屋、二人で過ごした時間、ありがとう。やば、声出た。私は音楽を聴いてるから声は聞こえなかったはずなのに、あいつの口がそう動いて脳内再生した。ありがとう。ずいぶん温かい声だな。好きかも。不意に心の一番深いところに日が差し込んで、今ならあいつを連れて行ける気がした。やり直そう。今度は声に出なかった。臆病だね。4日経ったらあいつはこの部屋を出て、どこか遠くへ行っちゃった。